はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーでございます。今回ですね、こちら午前3時に飲み物を飲むというゲームで遊んでいこうかなと思います。 Get a drink at 3am ですね、英語で言うとね。脱水症状で夜中に目が覚めますと、今喉の渇きを満たす飲み物を見つけるために家や地元の近所を横断しなければなりません。幸運を、ということで、午前4時に軽食を取るって覚えてますか？夜中の4時に目が覚めてお菓子を取りに行くみたいなマルチエンディング形式のゲームあったと思うんですけど、それに似たようなゲームという感じになってます。で、今回は午前3時に目が覚めて飲み物を飲むというような形なので、まあ合計何種類のエンディングがあるかわからないんですけれども、とりあえずやっていこうかなと思います。あ、書いてるね、今17だって。17エンディング、この動画で見るのは難しいと思うんですけど、頑張って、まあ10個だね、10個ぐらいはね、エンディング取りに行こうかなと思います。はい、ということで皆さん早速チャレンジしていくので、高評価とコメントですね、していただけると嬉しいです。さあ、ということでやってきました。午前3時に飲み物をゲットする、ブロキシーコーラをゲットするのが目的みたいですね。さあ、ということで早速皆さんやっていきましょうか。プレイです。こんにちは。君の意識次第だって言ってる、どういうことだこれ。はい、めっちゃフワーンって言うね。君が脱水状態なので目が覚めたようだね。この状態では寝ることができませんと。なるほどね。ちょっと音下げよっか。はい。何か飲みに行くことをお勧めします。こっそりと全てのエンディングをゲットしようと。いうことで、懐かしいね。自分の部屋からスタートするのが、まあ、おなじみなパターンなんですけれども。で、これ簡単に説明すると、左下にキャッシュっていうのがあると思うんですけど、多分ね、お金を使って、部屋内のお金を拾って、お店に行って、飲み物を買って、家に戻ればクリアという感じなんですけれども、もちろんね、午前4時ということで、親が寝ているんですね。だから、親にバレたらやばいと。まあ、深夜徘徊みたいな感じだから、親にバレたら怒られるってことなんですけれども。はい、午前3時に飲み物を飲んでくれと。あ、3時だったね。4時って言っちゃった。はい、ということで、まあ、とりあえずは行きましょうか。さあ、来ました。コンピューターということで、合計17エンディングだから、多分これコンピューターを見るエンディング。行きましょう。行くよ。はい。何をしたのって、あ、多分これ親じゃない？何これ。待って、ターンオフザ PC。待って。ほら、お母さんが来る前に閉じないといけない。ちょっとうるせえ。やばいやばい、切らないと怒られる。怒られる、ちょ、あ。あ、はーい。来た、母なる人物ね。母なる人物って。なんでこの時間まで起きてるのって。はい、終了、PC エンディングということで。でもさ、今のさ、無理じゃない？ PC 切るとか不可能じゃない？いけるんかな今の。はい、ということでね、こんな感じでエンディングを見ていきます。これで1個らしいからね、あと16エンディングあるみたいですね。ほら、これ PC のところに向いてるから PC エンディングという感じです。はい、近日中にさらに公開だから、アップデが入るために増えていくんだろうね。はい、ということで、じゃあ PC はじゃあなしにしよっか。多分ね、消すの不可能だから、あ、でもなんかアイテムを拾ってパソコン消せますみたいな感じなんかな。力がアップするとかね。ほら、こんな感じで落ちてるボブックスっていうのを拾っていきます。じゃあ、出ていくよ。はい。ということで、部屋出ていくんだが、おー、ここでつけても大丈夫なんだ。ほら、親にバレたりするからね、バレないように行かないといけないんだけど、さあ、ここら辺にはエンディングなさそうだね。まあ、とりあえず、細かいエンディングを見る前に、お金を集めて飲み物買いに行きましょうか。多分、そこを見るのが一番、手っ取り早いのかなと思うので、だから余計な、ほら、こういうトイレの水とか、多分余計なボタンは、ほら、こういうのとかも余計なやつは押さずに、お金だけ回収して出ていこうかなと思います。はい、リビングルームがあって、ここがあれですね、ここにあるかな、ほら、あるね、ボブックスで。ほら、ガラスを取ったりとかできる。ほら、エピックワンシーバンフォーナラブ、頼むやめてって。これ多分今のところで 2,3 エンディング分が見えるけどね。キッチンはいつ終わるのか。多分これあれだね、料理とかもするんかな。料理する系エンディングとかも存在しそうだね。あ、待って、冷蔵庫の中には飲み物が残っていませんと。ハンバーガーとかはあるけどね。だからどっちにしても、もう買いに行く以外の手段はないみたい。え、なんかすごいトレーニングしてるねこれ。宙に浮いてるで。この隙間なんなん。ママの財布、 OK、 みんなママの財布だけ盗んでいくわ。地下とかもあるんだ今回。広いね。これパパとかはいないのかな。あ、え、みんなあるじゃん、ブロキシーコーラ。しかもさ、待って、ほら、怪しそうな換気扇もある。これ皆さん今日長い戦いになっちゃうけど、え、ブロキシーコーラあるじゃん。
何？こんにちは。誰ですか、あなたは。え？どういうこと？誰あれ？え、あれ誰だな、あの目の人間。いや、怖すぎやろ、マジで。え、今のなんか幽霊エンディングみたいな感じなんかな？ってことはあれだね、地下に行って飲み物を飲もうとしない方がいいわけか。だからボブックスだけ回収して、やっぱり出た方がいいよね。ママの財布も盗んでいくね。ほら、これで45キャッシュ貯まりましたよ、ということで、これに関連するものを追加。ゲーム？これはまた今後追加されるって感じなんかな？じゃあ皆さん、このまんま、じゃあ外出ようか。行きます。ほら。やっぱ外に出れるっぽいね。外に出れるのはいいんだけど、ほら、猫とかもいる。ほら、こういうところもね、エンディングにつながってくるんだろうね。ほら、やっぱね、コンビニみたいなところで飲み物を買って、家に帰ればエンディングが一つ見れるというような形だと思うので、入っていくね。ほら、コンビニ。入ります。ベーコンマン。ハロー。ということで、はい、とりあえずボブックス取っていくわ。あの、お店の中のお金勝手に奪っていくわ。ね、これ。The Amazing Rat。だから多分これ、はしごだね。すごいはしごだ。たったの35ボブックスと。はしごを使ったエンディングもあるっぽいな。あと、牛乳もあるね。でも、飲み物、これ多分、ブロキシーコーラを買うとかじゃないのかな？これだよね、多分ね。はい、5ボブックスで買えるので、はい、ということで、話しかけるね。手に何も持ってません。あ、こういうことか。手に持った状態で、はい、センキュー。ということで、さあ、これで皆さん、飲み物を買うことに成功しました。あとは、多分、家に帰って飲めばいいのかな？そしたら多分、ミッション完了になるんじゃないでしょうか。やっぱりね、王道エンディングを見てから、ほら、今みたいに、あ、あれ買ったらどうなるんだろう、これ買ったらどうなるんだろうって派生をさせて、別エンディングを見ていくと、いうような流れなので、じゃあ帰りますね。自分の部屋に帰って飲んだ方がいいでしょう。帰ります。はい、自室に帰ったので、飲むで。はい。飲んだ。ほら、ベッドに戻るということで、これ完璧なんちゃう？ほら、就寝。ほら。スリープ、ほら、もうやったね、ほら、グッドエンディング。でも、これが一番オーソドックスだね。一番まともなエンディングです。はい。とりあえず見れたね。さあ、ここから皆の衆、派生をしていきましょう。まずは、お金だけしっかり回収しの、待って、じゃあ部屋中からやっていくか。シンプルに。まず、ここ、トイレ。絶対エンディング1個見れます。いくよ。手を使って飲むことはできません。トイレの水を飲むの？マジで？ありがとう。ガラスみたいなものを手に入れるほど賢くなかった。ちょっと待ってよ。わかった。じゃあトイレエンディング見ましょう、皆の衆。確かここにあるんだよ、ガラスがよ。この瓶を使うんだね。トイレの水飲むの？まあまあ、汚くはないと思うよ。ちゃんと綺麗にしてれば。でもなんかちょっと衛生上とか気持ち的に、なんかちょっとあれだね、倫理観的に嫌ってなるけど。はい。飲みました。トイレの水。I don't feel so good. 死ぬじゃねえか、お前。楽しいドリンクと漂白剤、絶対飲んじゃダメやろ。いきます。はい。まあそうなるわね。まあね、まあ予想通りですね。探索するとすればここだね。ほら、バナナくん、いきます。え？え？何？殴られたよ、今。なんかみんな、連れてかれてる。何？ちょっと音上げました。何これ？え？どういうこと？え？さあ、次、まあ、わかりやすいやつなら、これだね。ママを起こす。ママ？ママ。あ、ママ？いいえ？いいえじゃない。お前ママだろ、お前。ママ。なんや、これ。どういうエンディングや、これ。お母さんの眠りを妨げる行為こそが、まあ、ダメらしい。バッドエンディングに繋がっていくみたいですね。でも、だいたいルートは覚えたぞ。ほら、ここら辺のお金を回収という感じで。じゃあ、次行くとしたら、お店行くか、地下見てみるか、もう一回。ここのブロキシーコーラを取れば、やつが出てくるんですけど、
あとはないかな。あ、ここや。怪しそうな換気扇。これは？怪しい設置済みの換気扇に近づいてきて、どうのこうの。あー、なるほど。なんかアイテムがいるんかな？ちょっとそこらよくわかんないですね。さあ、ということで出ていきましょう。で、このゲームあるあるやと、例えばね、エンディングを12、3種類ぐらい見たら、新しいエンディングが解放されるとか、そういう系のやつがあんの。何この先のやつ、ほら。人がいるみたいな。で、周りに森林かな、これ。木があるみたいな。これもなんかエンディング？もうすべてにおいて疑心暗鬼になっちゃうよね。まあ、とりあえずコンビニ行きましょう。ほら、ほうきクローゼットの中に入るもあるし、ほら、ミルク、牛乳買うもあるわ。でもさ、ブロキシーコーラと牛乳でなんか変わってくるんかな？これ見ていこっか。はい、じゃあ牛乳買います。オッケー。で、飲むわ、ここで。飲みます。ん？ヘイ、何？あそこにいるやつは誰だ？え？何？彼に会ったこと、おお、びっくりした。え、お父さん？お前はミルクを見つけた。16年間探していたミルクを見つけたんだ。え、どういうこと？え、お父さん16年間探した。よくやった息子よ。君を本当に誇りに思うよ。え、どういうことや、マジで。意味がわからないの、これ。実は、お父さん、持ってきたんだって。だからさ、この部屋にさ、お父さんいなかったじゃん。そういえば。だからそのお父さんは16年間近くずーっと牛乳を探してたんや。それを息子が見つけて喜んでるってこと？じゃあ多分この主人公16歳で生まれた時から、おい、俺牛乳探しに行くわーっつって出て行ったんだ。だからお母さんこんな悲しんでるんだね。なんかむちゃくちゃやな。なんかそれぞれかわいそうやな、それはな。ほら、はしご。ほら、ラッターボックス。これ購入できるってこと？話しかけてみるか。あ、変えた変えた変えた。ラッターボックス変えました。え？はしごってどこで使うの？あ、でも待って、はしごあるわ。ここの部屋？なんかはしご使えるよ。今、はしごのやつあったよね。あ、使えるわ、プレイスラッター。置いた。あー！みんな気づいてた？俺一切気づいてなかった。上にさ、ほら、隠し扉がある。これあれか、屋根裏ってことか。はい、ボーラーさん有名なやつがあって、ピアノがあるのと、何か取れるものはあるか？え、待って。ハローって。え？ I'm sorry to scare you. え、怖がらせてごめんねっつってる。何？待って、これ、マインザシャドウって何？これ、マインザウィンドウみたいな感じのパロディってこと？なんか持ってきてくれないかっつってる。サムシングという、なんか飲み物とかを持ってこいって言ってる？2クールエイドパウダーって言ってるね。だから2エイドパウダーだから2つ、なんかそういうパウダーみたいなやつが必要ですって言ってる。それをあの、目の前のお皿の上に置いてくれということなので、売ってんのかな？俺なんか見たことないけどね。はい、見まーす。これや、みんな。これ。これと、一個ずつしか買えないんだ。2クールパウダーだからさ。俺8パウダーって言ったね。クールパウダーこれ一回一回持って帰らんといかんのちゃう？じゃ、とりあえず一回帰るわ、みんな。よし、みんな、戻ってきたぞ。まずここにクールエイド1個置きましょう。はい。あ、一個でよかったの？あ、ほら、ワンモアトゥーゴーだって。はい、もう一周します。よし、みんなの周、もう一個買ってきました。置くよ。さあ、これで何か動いていくのかな？ありがとうって言ってる。センキューだからね。え？おい、来たー！え？おいえー！うん、なんやこれ？何のエンディングやねん、これ。さてさてさて、この調子で皆さんエンディング見てるので、全部見ていきたいね。え、なんでなんで？え？え？え？は？どういうこと？え、みんなやばい、浸水してる。え、なに、急になんかみんな BGM も流れてさ、さっきのエンディングを見たことによって派生した？とりあえずコンビニに入ります。危ない。え、浸水してる。やばい。クールエイドによって浸水してるって言ってる。幸運にも、鍵があるだって、彼の部屋に鍵。おい、ベーコンマン開けろ早く。ベーコンマン。よし、開けろ。クラップ。え？ベーコンマン！なんでだよ！ダンプスターアウトサイド、なんか外に行こうって言ってる。
ハリーアップ、ルックアップ。ベコマー。え、どういうこと？ベコマー。あ、なんかネクストというのは隣？ここ？ダンプさん、ここ？これか？わかった。これや。ほら、鍵あった鍵あった。これを使って開ければいいんだ。ほら、開けろ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 。ベコマーン、開けるで。よいしょ。さあ、ということで皆さん、ここは安全みたいですね。浸水してないですね。もういつかはこれ酸素とかなくなりそうやけどね。さあ、ベコマンさん、ほら、閉めることはできたと。助けは来ないね、一生ね。触るところもな、え？え？浸水しただって。あ、でもサバイブドザクールエイドフラットから生き残ったっつってる。じゃあ、これで一応大丈夫なんかな、多分。あ、消えてるわ。ほら。もうクールエイドから生き残ったから、もうこれ以上やる必要はないってことだね。ということなので、あとは、こういったなんかほら、お金拾いつつ別のアイテム買うしかないね。多分ね。あ、はしご消えてるわ。じゃあこれ以上見る必要ないってことだね。待って、アイスクリームだって。これアイスクリーム買ってみよっか。さあ、多分俺の予想言っていい？え？はい？は？なに？やあ、地球の生き物って言ってる。日常の人間活動邪魔してごめんなさい。誰あなたは一体。君は僕のアイスクリームをどうのこうのっつってる。あ、これをアイスクリーム買ったことによって5秒以内にアイスクリームしてほしいだって。結果に苦しむことになるだって。アイスクリーム返さない返さない。俺が買ったんだから金よこせ金。おい。あ？あれ誰なのまず。あれ誰なん？何あれ、アイスクリームあげないといけなかったの？あげることによってさ、別のエンディングが見れるってことなんかな？それだったらちょっと見ていくか。はい、お金適当に回収して。じゃあもう一回アイスクリーム買うね。さあ来たぞみんな。もう一回見ていこう。さあ今回アイスクリーム渡します、ちゃんと。じゃああげるね。はい、あげた。さあ、ハッピーエンド見れる？渡したよ。あ、来た。あ、ありがとう、人間。ああ。はい。うん、消えてったんだけど、お前。うん、俺も、なんでマイクラになんだよ、お前。なんでマイクラのネザーゲート出てくんだよ、お前。さあ、これで、あ、ビングチリングということで、多分これも1個のエンディングっぽいですね。だから今ので2パターンあるらしい。気になるのがやっぱ地下室だね。地下室の、ダクト？あそこがまだ回収されてないのと、あとはお店だろうね。お店のところにあるんじゃないのかなっていう感じです。それ以外は全部見たと思うから、まあとりあえずまあお店の方から行きましょう。お店の方のミッションをクリアすると、もしかしたら地下室のダクトを開ける別エンディングが出てくる可能性があるからね。さあ皆さん来ました。何度目でしょうか。次こっちだかな。放棄クローゼットルーム。え？え、なに？え？は？どういうこと？待って、誰お前？え？ Hey there, friend. あ、友達？これさ、主人公じゃないの？主人公とは違うもう一個の自分ってこと？これをエンディングと呼ぶには退屈すぎるだろうって言ってんのかな、多分。頭を殴って気絶させてるだけだっつってる。だから多分これ別世界なんやろうね、多分。この世界が別空間の場所で、なんか、で、どういうことこれ頭の中の自分に問いかけてるみたいな感じなんかな。ということで、え？なんか動けるんだけどさ、みんな。動けるけど、だって待って、来んなこっち、おい。何なんすんのこの場所から出ろっつってる。どういうこと？オブジェクティブファインド先。あ、鍵を見つけろだって。鍵？ここ？あ、鍵がないから開かないんだ。ここじゃない？冷蔵庫違う。え？おい、ないよ、鍵なんて。え？あ！おい、待って、鍵なんてなかったぞ、今、このエリアに。
ほら、長い時間一緒に僕と過ごしすぎたみたいなこと言ってる。嘘。一生このエリアでスタックしてるんだって。ということで皆さん、何度かやったんですけど、わからなかったので、ネットを見ました。はい。正直に今さ、ネットで調べました。これね、みんな、ちなみに予想できますか？これね、絶対予想できない場所にあるよ。行くよ。わかるわけないやろ、こんなの。おい。なあ、わかるわけねえだろ。どうやってわかんだよ、これ。行きます。はい。え？プレス、あ、こういうことか。ドアを置いて、逃げるぜ！バイバイ！ウェーイ！はい、夢の世界から帰ってきました。なんだ？なんか、お前なんかこのエンディング見れてナイスだね、みたいな。言ってる。え、あと何個？あと4つだってみんな。4つもある？え、もうなくない？ってなるとまたお店やろうね。お店でまだ回収してないやつがあるんだろうね。かも地下のここやろね。地下のここ。結局ここわからんしね。鍵が必要ですか。うん。手に何も持ってない。ってなるとさ、あれか。隣のさ、鍵あるじゃん、ここに。マネージャーの鍵が落ちてるんでしょ？勝手に開けていいってことか。ほら、なんだっけ、ほら、下が浸水するのとはまた別で、個別で開けていいってことかな。ほら。いたわ、みんな。マネージャー。こんにちは、大切なお客さん。え？はい？どうして僕と話がしたいんだい？って。え？まあ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 。私の貴重な時間を奪いたかったのか。君からは何を盗もうかな。あ。あー、バイバーイ！潰された。マネージャー。わかんないね。あ、待って。あ、待って。なんか進んでない？ほら。お前は本当に喉が渇いているっつってる。ほら、プリーズ、頼む、やめてくれ。あ、たくさん話しかけないといけなかったんだ。ほら。ダクトに入った。やめてくれ。お店から物を盗むエンディングだ。ほら、お金を払わずに物を持って外に出ようとすると、多分ね、捕まるはず。多分それで一個見れるんじゃないかな。店の物を盗むぞ。ほら、これ持った状態で払わずに、来たー！ベーコンマン。なんでここで長押し？あ。いや、ちょっと間違えただけなんですよ。お前は強盗するつもりだったのか。来たー、犯罪エンディング。ちょっと犯罪って、まあまあ、私は犯罪者です。意味がわからん。いや、わかんないわ。普通にわかんないので、皆さんよかったらちょっと探してみてください。多分どこかしらに1個あるんだろうね。なんか見逃してる気がしますね。ということなんで、今回はですね、午前3時に飲み物を飲むゲームやっていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じで、多分僕この動画をみんなが見た時にはまたアップデートで、まあ、エンディング増えてる可能性があるので、まあ、皆さんでね、確認してみてはいかがでしょうか。という感じで今日の動画は終わりです。皆さん、お疲れ様でした。